鍋島忠久氏は、非全国派水家藩四代藩主。元禄十四年十二月五日、第三代藩主、鍋島忠まの次男として、江戸麻布藩邸で生まれる。聖徳五年に、十五位した朝三代、三大夫、摂津神に助任される。教法二年四月九日、父の隠居により、家徳を継いだ。教法三年に幕名により、接待役を任じられると、 財政難のために臨時税を課し、さらに上前や長崎商人からの借金などを行っている。その後も財政難が続いて参勤費用にもことかくありさまであり、三輪売却や参勤免除を幕府に願い出るよう本家の佐賀藩に申し出たが却下されている。教法17年には干抜、中外などで6400国の減収となり、天災も相次いだ。 このため財政整理を行い、延長2年にはついに徳恩寺に祈願し神仏に頼る、ほどだった。寛延元年5月には、朝鮮通信使の接待役を務め、駿河国絵尻で一行をもてなした。その頃、自家、久氏の側近に大使臨在州の白院が与えたのが、織ラデ牧の上、答え、鍋島接州公金寺書である。2年10月16日に、江戸で死去した。 去年49。あと、長男の直教が継いだ。ありがとうございます。